にちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではミステリー小説を中心に僕が読んで本当に面白かったなという本を紹介しているチャンネルなんですけれども、最近ですね、こう引っ越しとかいろいろバタバタしちゃってゆっくり腰を据えてなかなか本を読めない期間が続いていたんですけれども、そんな中でですね、僕がすごく活用していたサービスを紹介しようと思います。それがこちら、 Amazon Audible です。実は以前にもですね、僕 Amazon Audible さんからタイアップの機会をいただいて皆様にこう紹介する動画を作成したんですけれども、なんと今回ですね、以前僕が紹介していた Amazon Audible のサービスが生まれ変わりましたので、それを皆さんに紹介していこうと思います。それでは参りましょう。それでは改めまして紹介しようと思います。以前の Amazon Audible さんはですね、月額1500円でその月に配信されるオーディオブック1冊と自分が好きに選択できるオーディオブック1冊の計2冊ですね。それに加えてポッドキャストで様々なコンテンツが聞き放題で楽しめるというサービスだったんですけれども、なんと今回ですね、12万冊以上のオーディオブックが聞き放題で楽しめるサービスとなりました。いや、これ本当にすごくてですね、以前もですね、タイアップの機会をいただいた時に本2冊を耳で楽しめる、本を聞くっていう体験をさせていただいて、僕自身すごく面白く体験させていただいたんですが、なかなかですね、月2冊で1500円月額かかるというのがですね、貧乏学生の僕には厳しくてですね、正直に言うと僕1回退会をしてしまいました。ですが今回のこの聞き放題にサービスが移行することによって、以前まではですね、どんなに読みたい人でも月2冊までだったんですが、オーディオブックの中から自分の好きな本を何冊でも楽しめるというサービスになりました。いや、これを受けてですね、僕ももう一回入会し直しまして、今ですね、いろんなシーンで、本を聞くという体験をしています。もちろん前回の1500円で2冊楽しめるというのも妥当かなと僕思っていまして、その本を朗読する声優さんの演技だったりとか、一冊一冊がですね、すごくクオリティが高いオーディオブックになっているんですよ。そこのサービスがですね、一冊一冊すごく時間かかってるんだろうなと思いまして、以前の月額1500円で2冊聞けるというサービスも妥当かなと思っていたんですが、なんと今回 Amazon Audible さん大開放をしまして、もういろんな本が聞き放題です。僕も今すごくいろんな本を聞いていまして、実際にこの本を聞くというサービス自体が慣れない方も多いかなと思うんですけれども、今回サービスが生まれ変わったことでまた Amazon Audible に登録し直した僕の使用例をいくつか紹介したいと思います。まず一つ目がお風呂に入っている時ですね。僕、湯船を張ってこうお風呂に入ってゆっくりすることがすごく大好きで、その時にですね、リラックスしながらこう防水のスピーカーを置いてですね、浴室で本を聞くという体験をよくしています。やっぱりお風呂に入る時って結構リラックスしているので、こう湯船に浸かりながらリラックスしながら耳で本を読むことができるというのはかなり便利に使わせていただいています。そして2つ目がこれ、通勤通学中ですね。この3月末で僕卒業したんですけれども、こう大学のね、研究室に行く時だったりとかは電車に乗ったりとか歩いている移動中なんかにイヤホンをして本を聞くという体験をしていました。移動中は耳が開いているので、僕も音楽を聴くか Amazon Audible で本を聴くという体験を繰り返しています。その時の気分によって音楽聴きたい時は音楽聴いたり、ちょっとこの隙間時間を読書にしたいなっていう時は Amazon Audible でいろんな本を聴いています。それとですね、最後の使用例が寝る前ですね。だから紙の本も僕好きで、寝る前とかよくこう読んだりするんですけれども、今回ですね、聞き放題となったことによって、今自分が紙の本で読んでいるものが Amazon Audible さんで聞き放題で載っていることがあるんですよ。なので寝る前に読んでちょっと目が疲れちゃったなっていう、その本がもし Amazon Audible に聞き放題にラインナップされていたら、そのまま本を閉じて電気を消してその続きをオーディオブックで楽しむことができるっていうのが僕の使用例です。この寝落ちする前の耳で本を楽しむっていうこの体験がですね、かなり便利でした。あとは家事とか散歩中とか、様々な空き時間があるんですけれども、その時にちょっと本読みたいなっていう時に Amazon Audible よく使わせていただきました。ということで僕の実際の使用例がこんな感じになっています。この12万冊ですね、小説もあればビジネス本もありますし、エッセイもあるのかな。僕は主に小説とビジネス本をよく聞いています。これ前回の動画でも言ったんですけど、ビジネス本とかですね、講義を本当に聞いてる感覚になれるんですよ。例えば最近僕が読んだのだと、
やる気に頼らずすぐやる人になる37のコツっていうビジネス本がありまして、これめっちゃ良かったです。僕ですね、結構ダラッとしちゃう時があって、こういう本などを聞いてね、すぐやるようになるコツとか何個目まで聞いてみようかなとかありましたし、夢を叶えるぞっていうシリーズも4冊あるんですけども、それ全部僕オーディオブックで聞きました。この夢を叶えるゾウがですね、ゾウが関西弁なんですけども、それがね、よくこうやっぱ喋ってる関西弁っていいなと思いまして、こうスッと耳に入ってきましたね。作品の話になっちゃうんですけど、夢を叶えるゾウの4作目が死神が出てくる話なんですね。でこれがね、ビジネス本としてはすごくストーリー性がすごくて、終盤の展開とかすごい泣けてくるんですよね。それがですね、この本文字で読むのももちろんいいんですけど、その声に感情が乗るとちょっと目頭がジーンときちゃいまして、いやーそれ良かったですね。夢を叶えるぞぜひおすすめです。ビジネス本の良さもあるんですけども、小説もですねすごくいいですね。気になってた本だけどまだ手に取ってない本とか、この触りの部分、序盤の部分だけオーディオブックで聞いて、あこれ買おうって思ったりとか、シリーズものの新作が出た時とかって、その前のシリーズを読みたいんだけどなかなか読む時間ないなって時に、Amazon Audible で前のシリーズがあったので読むこともできましたし、再生速度とかもいろいろいじれるんですね。2倍だったり3倍だったり、逆にこう遅くしたり 0.5 倍だったりすることもできますので、シリーズ作品のおさらいしておきたいなって時はこの Amazon Audible 使ってこう再生速度を早めてですね、あこういうのだったなってこう流れ聞きって言うんですかね、作業の合間に聞いて、うわこのシーン覚えてるなって、こうそのシリーズ作品を復習するっていう時にも結構使えました。まあこれ以外にもですね、本当に自分がまだ読んだことない本とかもAmazon Audible にありますので、もうぜひねこの Amazon Audible からすごいこれ面白そうだなっていう本に出会える、そういう使い方もあるサービスなんじゃないかなと思いました。まあぜひ隙間時間に使ってみてください。まだここからまとめに入っていくんですけれども、今回のですねこの Amazon Audible の聞き放題に移行したっていうのが本当に衝撃的で、まあ、それこそいろんな声優さんがいい声で本を朗読してくれるオーディオブックが12万冊以上もありますし、なんならすごく気になっていた昔の作品だったりとか、なかなか本が手に入らないものだったりとかが Amazon Audible のサイトで検索することでオーディオブックがあったりするので、それをですね試しにこう聞いてみて面白そうな作品だなとなって実際本に買い行くこともできますし、ちょっと自分に合わない物語かもなって自分に合った作品をこう試すことができますので、いろんな作品が耳で聞くことができる Amazon Audible、 ぜひぜひおすすめです。だけどまだ本を聞くってどんな感じなのか分かんないなという方のために Amazon Audible ですね、1ヶ月の無料トライアル期間が設けられています。お試し期間が1ヶ月ありますので、その1ヶ月で本を聞くってどんな感じっていうのを体験していただいて、1ヶ月間オーディオブックを楽しめるので、まあ、ぜひ1回お試しで入ってみて本を聞くという体験をしてみてください。はい、ということで Amazon Audible 紹介してきました。いかがでしたでしょうか。僕もですね1回退会しちゃって、でも今回サービスが変わったっていうことでもう1回入り直して聞いてみたら、もう聞き放題っていうのがなんて言うんでしょうかね、すごく自分のスマホに本屋が入ってる感覚ですね。こうちょっと立ち読みできるみたいな、耳で立ち読みできるっていう感覚でいろんな本を試すことができますし、先ほども言ったんですけども、自分が読んでる途中の本をまた耳で続きを聞くことができるっていうのもうわすごくいいなって思って使い始めたので、今回月額1500円でちょっと高めなんですけれども、それよりお値段以上の体験ができるかなと思いますので、ぜひこの1ヶ月無料期間に試してみてはいかがでしょうか。このチャンネルではミステリー小説を中心に僕が読んで本当に面白かったなっていう本を紹介しているチャンネルです。たまに読書グッズとかこういう読書サービスなども紹介していますので、この動画もし参考になったの面白かったなという方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。僕寝る前によく使ってるって言ったんですけど、耳で本を聞くぞって言って流すんですけど、声優さんの朗読が良すぎてすぐに寝ちゃうんですよね。これはもう仕方ないのかなっていう風に思います。これでね積読がどんどん減らしていければいいんですけどね。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。